ちょっと追っかけてみるか。なんか呼ばれてる気がする。あ、入り江のホラーな。めちゃくちゃ呼ばれてる。めちゃめちゃ呼ばれてる。おい、ジャンチー、ん、あんなところに。ネモちゃん、やばいポケモンがいるよ。いた、ジャンチー、大丈夫、怪我してない、全然大丈夫。よかった、本当に心配した。私が声の出どころ探そうとか言い出したから、大丈夫だよ。うん、今はとにかくこの状況を解決しないと。どうにか山で登ってきて、近くに来てくれたら、ポケモンの技で引っ張り上げるから。ジャンチーの前を出てるポケモンなに強そう。ジャンチーのこと気にしてる、ついてこいって言ってるのかな。多分伝説ポケモンなんて爆発する。ああ強え、む、ケチラス？私のポケモンと同じぐらいよ、もっと強かったりして。あとついていくか。なんか知らんポケモンいるな。結構奥まで連れ込むな。あ、割れてたの、もしかしてヘルガーの子分たちに。どうしたん、まだこちら群れかわいいな。なんだなんだ、あーひよひよひゅんぴ、強えな。ありがとう。この洞窟、暴れん坊のデルビルたちが生息してるんだ。ボディーガードがいて安心だけど、強いの見るから気をつけて。ジャンチー気をつけて、何か来てるよ。なんだろう、後ろ後ろ、なんだなんだ、あ、ヘルガー、どうしたん、よっち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 、親分だ、ルガー、ブチオコだ。なんだなんだ、ホゲてやめとけ、死ぬぞお前、格上の相手はホゲてやめとと、無理だよこれ、ちょ無理だよ、47髪やめたホゲータが、あホゲータ、そんな無理だよ、怒ってるもん、無理だよ。あ、戻ってきちゃった、どうしよう、あ、あ、あ、助けてくれるの、かっこいい、うわかっけー、やだー、かっこよ、ふわ、あ、でも圧倒的数的不利だよ、これは負けちゃう。あ、そんな、みんな仲良くしようよ、ふざふざ、う、どうしよう、はい、めちゃめちゃ来るじゃん。あ、暴れん坊のデルビルちゃんたちの巣だったんだね。あ、ジャンチーのこと気にしてくれてる、大丈夫だよ。あ、やだ、めちゃくちゃかっこいいやんけ。おーい、こっちこっちって言って、こっち急いで、うわーかっこいい、キュン、初めて抱くポケモンにこの感情、かっけー、ありがとう、おー助けてくれた、すっごい身のこなし危機一髪だったね、ありがとう。でもなんで洞窟に連れてかれたんだろう、私。あ、ちょちょちょ、行くんだ一緒に行く、あ、行くんだ、おー、また倒れちゃった大丈夫、ちょ大丈夫大丈夫、またサンドイッチ食べないと、どうしたの、力を使い果たして疲れちゃったのかな、なんだろうこのポケモン。元トカゲってポケモンに似てるけど、こんな姿見たことない。そりゃね、いきなり姿が変わったけど大丈夫なのかな。あ、ジャンチー助けてくれたから、どうだろう、大丈夫かな。ジャンチーにもわからないんだ。っていうか本当無事でよかった。そういえばさっきの戦いすごかった。ヘルガー相手に謎ポケモンと息ぴったりじゃん。いえいえそんな。え、この子に指示出してなかったの。そう、助けてくれたんだよ勝手に。まだジャンチーのポケモンになったわけじゃないんだ。あ、どうした、当たった、あ、よかった、ちょっと元気出たみたい、よかった。さっきの謎の声、正体はこの子だったのかな。ギャオス、クー見れば見るほど好きなポケモンだね、ドイ。ジャンチーのポケモンになったら絶対勝負させてね。恐れないんだね、もちゃん、すごいな。もしもの時のために連絡先交換した子、あ、交換交換、 LINE だ、 LINE 交換だ。ピット、強いポケモンと戦うための技、覚えさせる道具もあげとくよ。あ、すごい、技マシーン、スピードスター点入れて、ありがてえ。ネモちゃんめちゃくちゃいい人じゃん。技マシーンは1回使うとなくなっちゃうシステムね。オッケー、大変な目にあったし、ちょっと休憩、一服一服。コンシピコンシピコンシチこっちだ、コンシピコンシピコンシピ、ジャンチーです。いつもありがとうございます。チャンネル登録と高評価もぜひよろしくお願いいたします。始まりました、スカーレットバイオレット。この間の動画にはたくさんコメントありがとうございます。本日もやっていきますので、たくさんコメントいただけたら嬉しいです。というわけでやっていきます、よろしくお願いします。とさて、じゃあ東大に行くか。東大そっちじゃないよ、ダメみたい。あ、なんか人がいる、誰だあいつは。あいつは、ふん、なんでいる、どうしたの、なんだ、
なんか喋ってる。お前らに言ったんじゃないさ。お前は誰だ。君確か文系クラスのペーパーだっけ。同級生、こいつもたくましすぎやしねえか。ポケモン博士、オーリム博士の息子さん。年上か。母ちゃんは関係ねえ。すごい髪型だ。それよりこのポケモンがなんでいるんだよ。いや知りません。どうしてこの姿に。崖の下で会ってサンドイッチ食ってた。不思議な鳴き声を調べてたらジャンチーが崖から落ちちゃって、この子が助けてくれたの。可愛い子してんな。力を使い果たしたみたいでその後へたり込んじゃったけど、形が変わる前はものすごく強かったんだよ。だろうな、この姿じゃ戦えねえさ。あ、なんかあるのかな。コライドンの本当の姿は戦ってる時のフォルムだからな。あ、じゃあこれ本当の姿じゃないんだ。コライドン、コライドン、コライドンってこの子の名前なんで知ってんの。あギャギャギャス。研究所には入れないよ、鍵かけたからな。なんだなんだなんだ、なんか新しいな感じ。お前見かけない顔だけど、その制服はホップタンスタイルだ。これホップタンと同じスタイルですよ。仲間か。うちの学校の生徒かよ。今日からです、ちゃんちゅうです、おろしこ。コライドンは普通のトレーナーが扱うポケモンじゃねえ。まあ普通のトレーナーじゃないんでね。どういうポケモンなの。ふん、コライドンの世話が務まるか俺が試してやろうか。なんだ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 。いえ、そんなもうお世話できるんで大丈夫です。俺が試してんだ、遠慮すんなって。なるほどね、拒否権はないスタイルで。モヤモヤ気分晴らさせてもらうぜ。当たり屋さんですね。バトルだ。何使うんだろう。ペーパーが勝負を仕掛けてきた。ホジガリスだ。なるほどね、リスか。いけホゲータ、お前の力を見てみろ。よし、燃やせエリスを。いけホゲータ、うおー、よし、いいぞいいぞいいぞ。歌え、アホゲータ。よしよし、アホ。あ、いいの上がった。あ、羽根っこ尻尾振る覚えた。よし、勝ったペッパー。ちょっとはやるみたいだな。あ、だす。あ、300円か。ジャンチ、ナイスファイト。あ、だす。捕まえたばかりのポケモンじゃ話にならねえか。あそこら辺にいるんだ、ノリス。コライドン連れていくならこれ持ってけ。あ、連れてっていいんだ。あいつを制御するモンスターボールだ。やった。ジャンチ、コライドンのボールで見た。ティッテルティンティンティン。やった。大切なものポケットにしまった。コライドン専用ボールっていうのがあるのかな。コライドンのボール、謎のポケモンコライドンを入れるモンスターボール、ペパーという男の子からもらった。だからなんでそんなの持ってるの。教えてくれないのかな。やっとボール手放せたぜ。え、どういうこと。持ってちゃいけないポケモンなの。じゃあな。なんか押し付けられた感があるけど、ちょっと仕方しすぎじゃない。コライドンはだんだん、コライドンがでけえ犬に見えてきたな。懐いているジャンジーに。同じ赤き者だからか。入ってた。でもなんか捨てそうだった。今度会ったら勝負して問い詰めてやろうね。そうだ、灯台上から学校見るよ。なんだこれ、最近見つけたメモ。あ、まだ遭遇してないけれども、あ、でもこいつなんかフォルム的にこいつ欲張りすじゃねえの。いたか。ご飯を夢中で食べる木のそばがこいつ絶対欲張りすじゃねえか。マップ、パルデア地方、クソでかいですね。まだここにしかいないよ。なんか灯台が4つありますね。上に湖みたいなところとか、氷っぽいところあったり、あと、あれかな?砂漠みたいなところもあるのかな?なんかいろんなところがありそうですね。これはいろんなポケモンもいそうだ。あ、いたいた。あ、あ、キャモメー。おー、おー、ホグワーツ城みたいのがある。ジャンチー見て、あれがテーブルシティ。おー、ボールがついてる大きな建物が私たちの学校なんだ。サクラダファミリアみたいなやつな。ジャンチーと勉強できるの今からすっごく楽しみ。楽しみ、勉強。あ、これはエリートトレーナーもポケモン勝負のこといっぱい学べるチャンスだよ。そっか、一般常識じゃなくてポケモンのことを学ぶ学校ってこと。なるほど。灯台からの景色すごいでしょ。見渡す限りの山、草むらに森、この自然の中、いろんな場所でたくさんのポケモンが暮らしてて、ジャンチーとの出会いを待ってるよ。楽しみだ。改めてパルデア地方へようこそ。さて、見ての通りまだまだ先は長いんだ。学校クソ遠いな。あそこなんだ。ひとまず途中のプラトタウンを目指しましょう。南一番エリア。あ、勝負しようよ。だって勝負してみよっか。お前本物の短パン小僧か。僕たちポケモントレーナーはね、声をかけたらポケモン勝負。なんかちっちゃいなお前。お前何サスペンダーつけてんだよ。あ、本物の短パン小僧だ。ゆうとくん、勝負しましょうか。後ろに豚潜んでるけど大丈夫かな。あ、タマンチュラ。燃やし尽くせ、燃えろタマ。ありがとうゆうとくん。あ、コダック、また頭痛えのか。読んだコダック。
あ、たやすいわ。頭痛ポケモン、アヒルポケモンだ。おっと、あ、マリルだ。5か。これ捕まえられんのかな。一回投げてみるか。あら、あ、これもたやすいわ。水ネズミポケモン、水玉ポケモン。あ、玉か。なんかね、ここにね、あれさっきブイゼルだったか。いたー、なんだろう、もうこいつ、こいつら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 がパモじゃなかったっけ。パモ、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 こんなちっちゃいんだ、パモ。かわいやいかわいやいぞ、これは。パモなの、パモ狩りじゃ。よし、せーの、パモ。あんなちっちゃかったんだ、パモ。肩に乗せたい。よし、コグマポケモン、ネズミポケモン。シンプルじゃねえか。お前つかネズミだったのか。全然ネズミっぽくねえけど。お前テディベアポケモンだろ。頬の電気袋は未発達。前足の肉球で懸命にこするとようやく発できる。キャワユイじゃねえか。お前は育ててやろう、パーボ。あ、なんか落ちてる。拾っときましょう。うわー、これはもしかしてパルデア地方の、これはもしかしたら、え、ちょっとこれも、こんにちは。来たー、ウパちゃんじゃないこれ。あ、ギリギリだ。大丈夫、転げ落ちたら、ホゲータ死ぬぞ、湖に落ちたら。来い、足ゲットした、一緒ナイス。あ、毒魚ポケモン。あ、あ、そっか、パルデアの姿だから、あれなんだ、水じゃないの？顔に骨ぶっ刺さってない？おい、プクリンの父のもいるぞ。ほら、乱獲じゃ。妖精ポケモンとか？風船弾んだ。ほんのり甘い香りがしてよく弾む。柔らかい体は一度弾み出すと止まらない。弾ませたら終わりっていうことですね。飛びくしゃ変な犬みてえなのが、ジャンチの仲間になりたそうに見てるな。お前も来るかじゃあ。おら、パピモッチだ。よし、ゲットした。どう、ドーナツポケモン。もちもちしてるから。あ、子犬ポケモン、犬か。しっとりすべすべの触り心地。吐息に含まれている酵母で周りのものを発酵される、させる。あたかち間違ってないじゃん。パンかドーナツってこと？ベーグルみたいのついてんじゃんね、これね。あ、こちらがプラトタウンに到着ですと。あそこに、待ってるね。おい、ジャンチー、こっちこっち。ここはポケモン、え、ポケモンセンター、なんかガソリンスタンドみたいになってるけど。ポケモンに関係するいろんなことができるんだ。それでは詳しいご説明お願いします。カジュアル。リーグペイというポイントでもお支払いができますよ。すげえ、リーグペイ。ポイントだ、ペイペイ。出た、技マシンマシン。新次郎タイプじゃん、技マシンマシン。ポケモンに技を覚えさせる技マシンを作れる装置です。技マシンを作るには LP とポケモンの落とし物が必要です。あ、だからさっきポケモンを捕まえるためになんかコダックの系とかいろいろセットになってたんだね。チョップやマシンで使える LP いっぱい持ってるから分けてあげるね。さすがネモちゃん。あ、5000、5000 LP も5000くれたってこと？あとこれもさすがネモちゃん。あ、ポケモンの落とし物をたくさん分けてもらった。いい人すぎる。こんにちは、ポケモンセンターです。お疲れのポケモン休ませてあげますか？あれ、なにこれ？休ませる。道に迷った誕生日の登録はいろいろできるんだ。休ませよう。それでは、お預かりいたします。あ、すごい。あ、違う。パソコンみたいの使ってる。横並びになった。ありがとうございます。そういえばご存知でしたか？道に迷った時はポケモンセンターで冒険のヒントを聞いてみましょう。いいですね。そしてポケモンに慣れてきたらおすすめの合言葉、レッツゴー R ボタン。一緒に歩いてるポケモンに落ちてる道具を拾ってきてとか戦ってきてとかお願いできるんだ。え、お任せバトルやってみてえな。いけ、あ、痛い、野に放たれたアホゲータ。アホゲータが何か探している。アホゲータ、あっちにアリンコいるよ。アホゲータ、あっちにアリンコいるで。どう見てんだお前、その先には何もねえんだよ。お前何見てんだよ。おい、おい、ほら、こっちこっちこっち。こっちこっち、こっちこっち。来て、ちゃんとついてきて、ここに。こっち来い、こっち来い、ほら、ここ見て。ここにいるから。見て。消えちゃったよ。あ、街中どこ乗せるの？行っちゃった、行っちゃった、行っちゃった。めちゃくちゃ街行くじゃん。行くな。お前、かわいいな。お前、ちゃんとジャンチが守ってるからな。お前、はっ！おい、クソペリおるやんけ。ペリッパー言っちゃった。こう、でか怖いな、ペリッパーは。君怖くないの？このペリッパーを前にして。ジャンチーは怖いよ。おい、死ぬぞ、ゲータ食われとるやんけ。今から学校、レポートをこまめに書いて気をつけて行ってらっしゃい。でもなんか、確かにさ、街の人たちがなんかちょっとスペイン感というか陽気な感じありますよね。なんかちょっとこんがりと焦げてて。落ち着くな、ジャンチーもこんがりしてるから。ちょっとなんかどっか入ってみるかも。うちはバトル学が、うちの子は数学が得意で、へぇ。失礼します。入れないんだ。これは美味しそうね。とろけますよ。これなんだろう。甘くて冷たいアイスはいかがですか？食べたい。あ、アイス買える。あ、結構今お金いっぱいあったわ。コジオソルトアイス、ストロベリー、マンゴー、ソーダアイス、ヤンキチョコミン大好きなんですよね。買ってみよう。お小遣いで。
まあでも結構いい値段しますね。950円ってかなり高級アイスですよ。サーティワンより高い。あ、チョコミントアイス美味しそう。は、食べているすごいこれは。ちょ食ってる。ほげーってなっちゃった。あ、なんかレベルアップした。ポケモンでアイス食っていいんだ。堪能してましたね。あ、なんかあれなのかな、アイスを食べることによって経験値みたいなのがタイプによって、アイスによって、タイプがあって、その順次た経験値とかが上がったりするのがね、なんかありそうですね。カレーみたいなソードシールドね。あ、これ気になってたんだよね。そういえば私、考察動画でケンタウロス出るとか言ってなかったでしたっけね。出てます。闘牛も有名なので牛関連のポケモン、それこそケンタロスの別フォルム、南一番エリア。そっか、自由にいろいろ行けるのか。あ、おびっくりした。なんだこいつ、ちっけえ種みたいなのがいるぞ。種ポケモン、よっしゃよっしゃ、初当たり。よしよしよし、お前は種以外何者でもねえもんな。ある朝突然降ってくる。え、羽根っこシステム怖いな。弱いの知っており、進化までひたすら栄養を溜め込む。どこから生まれてきたの今のやつは。君は同じ学校の子か。短パン小僧じゃねえな。僕ね、ポケモン2匹も持ってるからすごいよ。ちゃんちゃん6匹持ってますからね。おーしよし、急所アイス、ふんぎー、頑張れグルドン。お前は大きな豚になる。後ろの豚めっちゃ焦ってる。巻き込まれないかなってそわそわしてますね。ナイス豚ー、よし、いいぞ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 。お前は立派な焼き豚だ。わあ、僕のポケモン2匹。ごめんな。あっちに PC あるから。いや、ほんとポケモン、もっとーめちゃくちゃいる、めちゃくちゃいるじゃん。お前はな、見たことあるぞ。ナイスー、コマドリポケモン。よし、来た。これはなんかそんな気がしたんだよね。普段は穏やかな気象だが、戦いになるとホルモンバランスが変わり、攻撃的になる。ちょっとメンヘラちゃんの気質があるんですかね。いや、ややこまはメスには要注意だな、こりゃ。あん、ここにもなんかいたな。お前、ウソッキーの子供。来た、ウソガチだ、ウソパッツァン、ウソパッツァン。キバチポケモン？盆栽ポケモン。あ、でも近かった、近かった、近かった。体内の余計な水分を目から出して調節する。泣いてるように見えるだけ、ウソ泣きじゃねえか。なんか、ウソパッツァンの表面ザラザラしてリアルになってませんか？これ、ザラつきもすごいリアル。はい。ほびきさん通学中におじさんとポケモン勝負しないかい。通学中にいるおじさんには気をつけろとお母さんに言われました。顔が怖いな。よーし、勝ったぞ。いってらっしゃーい。あ、すがすがすぎですね。配達員のひでのりさん、おろしか。ここから、あ、ここからいるんだ。へいちゃんか、アーマーガーちゃんに会えるってこと。勝ったー。あ、これさー、じゃあここでほら、いけ、やってる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 。勝った。起きてー。ドヤー、今めっちゃドヤ顔してましたね。お前いい子だよ、お前やるじゃないか。お前もう誰にもアホなんか言わせねえよ。おい豚、お前無理だって、お前登れねえから。格好だ、門でけえ。おいジャンチー、アネモちゃんやっとたどり着きました。坂道のトレーナーたちと戦ってポケモン成長したんじゃない。ええ、だいぶ。どれぐらい強くなったか勝負してみようよ。あ、いいよ。さあ、うちのホンゲホゲータちゃんがね、どれぐらい強くなったのか。それじゃあジャンチー、実りある勝負をしよう。さあ頑張るぜ。あ、野良バトルもいいんだね、これで。よし、ネモちゃんのあのアームカバーかっこいいな。ニャオハニャオハ、かわいい。ニャオハな、ちょっと闇落ちそうな目してんだよな。一瞬ね、 VS さあ、ここへ行かせていただきますよ。ジャンチー強くなってそうだし、今回は2匹で行かせてもらうね。いけー、ホンゲー。よしなしなしなし、ナイホゲだ。タイプ足をついてくるね。勝ちへのこだわり感じるよ。もちろん負けたくない。いけ、ひなか、ギャー、よし、ナイスー、オッケー。パムを繰り出すとして、あ、いいじゃん。じゃあ、あれじゃない、ウパちゃん出してみようか。よし、いけ、ドクパー。よし。ドクパー、かわいいな。思った以上に押されてる。やっぱり、ジャンチ、いいね。あれだす。パムー。パム、パム、パム、かわいい。ちみちみ同士だ。もうね、ウパはなぜかね、マットショット覚えてるんだよ。こいつ、ね、強いんだよな。よし、こう、地面タイプなんだけど。ジャンチ、楽しいね。私、とっておき使っちゃう。なんだ？なにこれ？あああ、これもしかして、あ、そんな、出たー、テラクリスタルだー、バッキバキだー、これすごい。おお、パモ様やパモ電球沿ってない？ポケモンテラスタル、タイプの威力をもっと高めるんだ、テラスタル。すげえ。でも効かない。なんか、これごめんなさい。あ、なんか、なんかすいません、なんかね、空気
ごめんなさい、ジャンキー空気読めなくて、なんかごめんなさい。クリスタルの場面が。よし、えいと、よし、やったー。よし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 、イエス。ごめん、ごめん、パモン。無駄スタル来ちゃったよ。ごめん、パモン、パモン。いやー、テラスタルやりてえな、私も。急成長にびっくりだよ。著しい成長でしたね。すごい、テラスタル相手にそのままで勝っちゃうなんて。あ、そうだ、ジャンチーまだ使えないんだ。後で何とかしてあげる。私も輝きて強いから忘れがちだけど、ポケモン始めたばっかりなんだよね。勝負の俺、ジャンチーに元気のかけろプレゼント、すげえ富豪だ。やった、3個これさっき2000円で売ってましたよ。6000円っていうことですからね。さあ、でかき門。そしてこちらの門の向こうが学校の街、テーブルシティだよ。街の中は坂とか階段が多いから、一休みして追いかけるね。